たった5分で二の腕を引き締めるエクササイズを紹介します。皆さんこんにちは。ファンクショナルローラーピラティスマスタートレーナーの小西です。本日の動画は二の腕を引き締める、ストレッチとエクササイズ、ピラティスエクササイズとトレーニングを紹介していきたいと思います。これから春に向けて、洋服が薄着になってくると思いますけれども、そこで見えてくる二の腕、ここが気になるという相談をよく受けます。こちらを引き締めていくためには、体のつながりですね、背中から腕にかけてのつながりをしっかり理解してトレーニング、エクササイズしていくことで効果的に引き締まっていきますので、今日はそちらを紹介していきたいと思います。はい、ではまずストレッチの方の紹介をしていきたいと思います。まず二の腕の筋肉ですね、こちらの筋肉をストレッチしていくのに、まずポジションとしては座ったままで結構ですので、頭の後ろに手を回してきていただいて、反対の手で肘を持ってぐっと中に引き寄せていきます。で、この時に背中が丸くなったりとかせずに、しっかり背筋まっすぐの状態で伸ばしていきます。このポジションができたら、ここでキープして、じゃあ15秒一緒にやっていきましょうか。左右15秒一緒にやっていきますので、ではまず頭の後ろ、片方の手からでいいので後ろで肘のてっぺんを持ってもらって、それを頭の方に引き寄せていきます。はい、スタート。しっかり裏側ですね、肘の裏側の筋が伸びているのと、肩からこの脇の部分も伸びてくるのが感じられると思います。しっかり感じてくると OK です。で、ゆっくり下ろしていきましょう。で、今度反対もいきます。反対側の手も頭の後ろ、肘をしっかり支えてこのまま伸ばしていきます。では行きます、スタート。二の腕のところがしっかり伸びているのを感じながらストレッチをしていきましょう。なってますか？脇の付け根も伸びてきます。はい、 OK です。で、ゆっくり下ろしていきましょう。はい、では次にエクササイズの方を紹介していきたいと思います。まずはこの二の腕の方の筋肉なんですけど、ここに一応筋肉のつながりがありまして、ここを効率的に使っていくことによって二の腕の筋肉もしっかり働くようになってきて、引き締めにつながってきます。で、この小指の付け根からずっとラインがあるんですけれども、ここの腕の外側を通って裏側で肩の付け根まで回ってくるようなこのライン、ここをしっかり使っていただきたいんですね。で、よく柔道とか合気道とかで受け身を取るときにこのラインを使って受け身を取ると効率よく綺麗に受け身が取れるんですけど、その時に使われる筋肉のラインなんですね。そこをまずストレッチしていく、ストレッチしながらエクササイズをピラティスの動きで取っていきたいと思います。で、もしこういうブロック、これヨガのブロックなんですけれども、なければクッションとかでもいいので、何かこうお尻の下に引いていただくと少しやりやすくなりますんで、ちょっと引いて、で、あぐらのポジションでやっていきましょう。はい、では、エクササイズですね。まずは手を頭の後ろに少し触るようにセットしていただいて、肘を遠くに押し出します。反対の手は床の方にセットしていただいて、このまま肘を天井の方に向かって遠くに突き上げていきます。この時にこの脇の方がストレッチ感がかかってきて、肘を遠くに押し出すことによってこの筋肉を伸ばしながら使っていくような形になります。で、このまま肘を遠くを通るように前にひねっていく感じですね。そうするとこのラインがぐーっと伸びてくる感じが分かってくると思います。で、そこからまた真ん中に戻してきて、今度は少し胸広げて上を向くようにしていきます。これを繰り返していきます。5回ずつ左右していきますので、まずは右5回、今度左5回という形でやっていきましょう。ではまず手を後ろ、片方の手を後ろにセットしていただいて、反対の手は床をちょんと触れておきます。お尻から座骨から頭のてっぺんはしっかり伸びて、肘は遠くに押し出しておきます。このまま溝落ちを横に斜め上に引き上げるようにして、肘を天井に向かって伸ばしていきましょう。これで1回目です。息を吸って吐きながら肘を前に、ここで伸び感を感じます。ここから胸を天井に向けるようにぐーっと広げていきます。
真ん中に帰ってきます。で一度下ろしてきていただいて、今度反対ですね。反対の手、肘を遠くに押し出して横に伸ばします。肘を斜め前に、体を少しひねるようにしていきます。はい、今度胸を開いて真ん中に帰ってきて下ろしていきます。もう一度いきましょう。頭の後ろに、肘遠くに天井、肘を前にツイスト。ここが伸びているのを感じながら、はい、胸開きます。息吸って胸に空気。はい、真ん中に帰ってきます。はい、今度反対です。左、肘遠くに押し出す、吐きながら前、吸って胸開く、真ん中に帰ってきます。もう一度いきます。頭の後ろ、肘遠く、吐きながら前、吸って胸開きます。戻す、下ろしていきます。はい、反対いきます。左肘遠くに上げる、吐いて前、はい、吸って後ろ、真ん中に帰ってきます。もう一度いきます。頭の後ろに手、肘遠くで天井に向かって、吐きながら前に、胸を前、今度開いて胸開く、はい、真ん中に帰ってきて、はい、もう一度いきます。頭の後ろ、肘遠く、吐いて前、吸って後ろ、戻してきて下ろしていきます。ラスト1回ですね。頭の後ろを伸ばす、吐いて前、この時伸びます、吸って開く、はい、真ん中帰ってきて、左もラストです。頭の後ろ伸ばす、吐いて前、ここで伸び感を感じてください。はい、吸って胸開きます、吐いて戻して下ろしていきます。はい、 OK です。はい、では最後にトレーニングの方を説明していきたいと思います。まずもしこの500ミリですかね、ペットボトルがあれば、ダンベルを1キロなど、あったりお持ちの方であればそちらを利用していただいて、なければペットボトルで十分ですので1つ用意していただいて、で先ほどのストレッチングとピラティスのマーメイドの動きをしっかりやっていくと、この後ろの筋肉がしっかり活性化されてますので、これができた上でトレーニングしていくとより効果的に引き締まってきます。でフレンチプレスでは有名なエクササイズなんですけれども、ペットボトルですね、ペットボトルを上に持って肘を遠くに突き上げた状態で、このまま手を上に上げていくと、ここに筋肉の収縮、引き締まっている感じが出てくると思います。これを一緒にやっていきましょうか。では、左右これも20回ずつ一緒にやっていこうと思いますので、皆さんどちらの手でもいいのでペットボトル、ダンベルを持っていただいて、まずはね、姿勢が丸くなったり崩れないようにしていただきたいので、座骨から頭頂の伸び感、しっかり正しい姿勢を取ったまま肘を上に向けていきましょう。このままスタートです。ではいきます。上に持ち上げる、持ち上げる、続けてさ、しっかり上げる、そう、引き締まってる感じがあれば OK ですので、しっかり上げていきます。上げる、遠くに上げていきます。しっかりこの二の腕のところですね、ここはしっかり入っているのを確認しながら上げる、上げる。ちょっと後半になってくると疲れてきたと思いますけれども、もう少しですね、頑張っていきましょう。上げる、上げる、そう、ラスト OK です。ゆっくり下ろしていきます。ちょっとここが引き締まった感じがあれば OK です。では今度反対もしていきましょう。左手反対で持って、ポジションをしっかりセットですね、猫背にならないように持っていただいて、このまま上に上げていきます。遠くに上げる、しっかり遠くに上げていきましょう。
上げてることがねしんどいんですけれども、特にここのね二の腕の裏がしっかり入ってるのを確認しながら上げていきます。上げる上げる上げる。腕がどんどんね疲れてきますけれども、もうちょっとです頑張って。はい、ラスト、よいしょ、 OK です。下ろしていきましょう。ちょっとこのね二の腕のところがしっかり使われた感覚があれば OK ですので、しっかり毎日、これまあ1セットなんですけれども2セットぐらいやっていただくとしっかり締まってくるんではないかなと思います。皆さん、本日の動画はいかがだったでしょうか。本日は二の腕を引き締めるエクササイズを紹介していきました。二の腕はただ単に鍛えるだけではなかなか効果が出にくくて、体のつながり、ポジショニングしっかり取ることによって効果的に、二の腕を引き締めることができますので、ぜひ週2回以上実践していただいて引き締めを実感していただけたらと思います。他にもエクササイズ動画、美容系や健康系でエクササイズ動画を上げておりますので、チャンネル登録お願いします。나랑 널 비춰주는 sunshine